はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 はい、えー、本当にね最近は近畿技術のお二人、まあ、今年25周年ねデビューからということでいろんな番組に出られてね歌われてもおりますしたくさん私もいろんなのをこう見させていただいたり聴かせていただいておりますがその中でねなかなかこうこういくんソロの。 楽曲を見たり聞いたりしての解説というのはなかなかなくてですねそんなところを皆さんねキンキッのファンの方でもコメントでたくさんいただいておりまして今日はねこの方のコメントをお読みしたいと思いますアルファベット大文字4文字で YUMI さんですね、えー、いつもありがとうございますご視聴いただいたコメントまでさいがさん今回も歌レポありがとうございますいつも楽しく拝見させていただいてますとこれはですねキンキッの YouTube 動画の切迫の月のね、えー 解説ををさせてていいいいただいて一君すごいなというのをねお話しさせてもらった時のコメントですね「切迫の月大好きな曲です」と「シングルでない曲も名曲たくさんあり嬉しいですと」とさあそしてこの後と「リクエストしたいです」と「ありがとうございます」「堂本光一君ソロのこれがねまた読み方難しいんですよね「インタラクショナルです」と。 はい、剛、えー、君のソロはたくさん解説されてますが光一君のこの曲も高い音がとても綺麗で是非歌レポしてもらいたいですと公式にライブ映像がありますので是非よろしくお願いしますということで本当にね剛君ばっかりというふうに思われている方もいるかもしれないですけれども今回はこのゆみさんがリクエストしてくれました「インタラクショナル」という はい、これ調べにちょっと読めないんで調べてみたらですね、えー、一応意味としては相互作用という意味があるみたいですね相互作用という日本語もなかなか難しいですけどもはいそれでは由美さんに教えていただきました浩、えー、一君の今からねそのイントラチェジェジェ インタラクショナルを見させていただきたいんですけれども、ちょっとね、概要欄見てみましょう。j ストームオフィシャルの動画の、YouTube の動画のページから、 えー、2022年4月の12日と書いてますね今も視聴数20万回を超えております遊び心と呼ぶにはあまりにも濃厚で贅沢な超豪華ライブ2 0 2 0年4月27日リリースというふうに書いてますね堂本光一さんが考える「プレイフルイコール遊び心」を最大限に表現した6年ぶり待望のソロライブ「光一堂本ライブツアープレイフル」がついにブルーレイ a y d v d として完全映像化と。 「ファイナルファンタジー・ドラゴンクエスト」シリーズをはじめ世界的に支持されるゲームの数々を制作してきたスクウェア・エニックスとのコラボが話題となったアルバム「プレイフルを引っ提げて行われた今回のライブツアーと「インタラクショナル」<laughs> 何回も読めない「じゃ d Desire」「あやかし」「Danger z o デンジャーゾーントゥ l e k n o w n w o r そして「ラブクライ ね、ええっと堂本光一くんの集大成とも言うべきパフォーマンスで観客の呼吸や瞬ばたきすらも忘れさせる圧巻のステージングすごいですね瞬きと呼吸を忘れてしまうスクエニックスが楽曲イメージ映像を制作した V ラストフォーエバー V ラストフォーエバーですね ラストフォーエバーやバーチャル映像技術で過去の自分と共演した DeepInYourHeart まで遊び心と呼ぶにはあまりにも税濃厚で贅沢な超豪華ライブをお見逃しなくということで初回版はコンサート終演後に衝撃的な衣装で歌うラ ラビングニュースローリーの未公開映像と、本番中に SNS アカウントを開設した7月25日の MC を収録と、通常版は V、さっきの副題、ラストフォーエバーの初音源化した CD 付きの2ディスクパッケージとびっくりマークが3つも付いておりますけれども。さあ、ということで、概要欄も読ませていただきまして、一箇所ね、読めずにスルーしておりますけれども、それでは、大変長らくお待たせいたしました、堂本光一君のソロライブの映像から、 f r o m 一ド l ームトライブツアー2021プレイフルインタラクショナル」行ってみましょう3分45秒の動画再生ポンさあ真ん中にスポット当たって「いったインタラクショナル」もういきなりタイトルきましたよさあ階段降りていきながら光一くんが「タタラタラてータラテー,ータタタ」「街のいいの声を聞かせてさくように」 妖艶ですね、動きが指先それとなくお高い音きれい出てるいいですね目線がイエイ出せらせいしょ腰が入りながら溶けるようなゆっくり前に出てきて足をパッと開いて開いてじゃない払ってイエイイエイ 重ねたうわー、裏っ側の裏声、きれい。裏っ側の裏声、高い裏声か。結構ね、動いて回ってますよ。愛をまとめているうわー、すごいね、ずっと裏っ側で。何しゃあ言うの、セークレット、うーいや、うまい。なんだ、今の。ふーっと、すごい軽く高い音。軽く触りに行きましたけど、上手。何目抱きしめても。 足りないミスターソーマ o n a ーさあ後ろ側のダンサー一人一人にこうスポットが当たってそして光一君足をパッと当ててあれ、わっちょっとダンサーを軽くポンと触る感じがまたかっこいいね the only. ギターでかでかで イエイイーうわっリズムを片っぽの足で取りながら <laughs> うわ横の二人のダンサーさんと同じダンスで yeah, yeah. そしてお尻をちょっとぶつけ合い <laughs> 体幹がいいね小石くん。<laughs> ささ真んん中で後ろダンサーさんがちょっと増えて6人いますかその間を少し下がっていって指を指す方のダンサーさんが動いて「いたしたほれされさるほどに」この高音裏声いいね「いまいちそっとめてしまうから」「うわ I'm sure I'm a secret who s who's the s t baby」 うわ何と抱きしめても足りないミスター・ソーマ・ショーイテッチャインターナショナーイズうわダンサーさん足めっちゃ上がるくるっと回るコーチくんそばにいればもっと知りたいストーリーソーピューホー またちょんとダンサーさん触ってダンサーさん笑ってまして And うわすごい本当はいつでもうわくるっと回ってうわかっこいい会場のこうおっきなレーザーコースみたいなこうライトがお客さんを照らしながら no,

例えば近畿キ,キッズ k i d s で剛君と2人で歌われてる時はね高い音を地声で結構出しに行ったりとかする、まあ、キーがね昔の k i キッズなんかはも,もしかしたらもう高いから、えー、強く高い音を張んないといけないというかね貼らないと出ないみたいなキーが結構あったりもするんでしょうけれどもこのね「インタラクショナル」という楽曲はもう私は今聞いた印象やっぱり高一君の裏声の 安定感と抜けの良さですねこれあの、まあ、どちらかと言ったら光一君もしかしたら裏声が得意なんじゃないかなというぐらいあのポンとその高音に行ってしまえば私の簡単な簡単なとか勝手なあの見てての感想ですけどか裏声出す時に音を当てる場所というのが剛君的にもものすごいしっかりあってでそこにこうピタッと当たるのでもうその下で。 ここね、自由に踊っていても全然声がまずぶれないですよね高音とあんだけずっとこう出しながら動いていても。でやっぱりそのね地声で高音と出しに行くよりも今みたいに上裏側の声の出し方してる時の方がこの喉の周りというかねこの肩周りというかなその辺がすごく力が抜けていて地声で高音とねキンキッズの時とのか出す時なんかは でちょっっとこの辺に力が入って、ねえー、まあ実際声は出ますけどもちょっとこう苦しそうに見えなくもない出方をする光一君のこう体の使い方というのが結構私は見てる印象としてはあるんですけど今このね「インタラクショナル」という楽曲を踊りながら歌ってる時は全くそれが出ないですからやっぱりこの裏側に出しに行った時の方が、まあ、出しやすさみたいなのがちょっとあるのかなというか安定感を 作りやすすいいのかなという感じがしままけど、まあ、それにしてもあの柔らかく出してる裏声の間にあれだけ動いてていやすごいやっぱりだから、まあ、途中でもね私ダンスは全然わからないですけど体感がいいなってお話もしたんですけどあの体の使い方として、まあ、もちろん体感っていうねバランスがいいのもありますけど、まあ、こうやって普通に見てるとあんまり意識 見ててわかからなないいもしれないですけどやっぱりたくさんの空気の量を動かしてるって部分はね最低限やっぱあると思いますよ。じゃないと裏声をこう出しに行った時にどうしても別に踊ってなくてもね音がこうフラフラ揺れてしまったりとかちょっと不安定になってしまってもおかしくない高さの音をなおかつ裏声で出してるんですけどでもやっぱり安定感が出てるっていうのはそれを支える 空気の量とそれから腹筋背筋でこう踏ん張ってる力とということがあんまりそういうふうにやってるように見えないですけどしっかりなければああいう安定した高い音のねこうロングトーンっていうんですかねというのは出てこないと思いますのでいやその辺りは今改めて見てねまたちょっと近畿キ k i の時の歌い方と違うなんていうのかな、まあ、テクニックというかね声の出し方というのを光一くんが持っていてでそれをやりながら ああやって踊る、まあ、この、ね、パフォーマンスとしてもねすごくこう何、ま、て言うの豪華、まあ、さっき概要欄にも豪華というふうには書いてましたが濃厚でで贅沢な超豪華ライブんかちょっとやっぱりこうライブってそういうもんですけど異空間な感じが高一くんを中心に全体的にこう、ね、おしゃれ異空間ですね。 なんかこうロックなバンドとかのダガダガダガダ,ダンみたいなあの骨太かっこいい、えー、異空間という感じではなくてちょっとこうまたおしゃれな、うん、でそこに、えー、強く地声で張るとかではなく柔らかい声の響かせ方で、えー、ダンスとともにこう、ね、歌声を届けてくれる光一チんのこの世界観というのもやっぱりキンキツのお二人でやってる時とはまたちょっと違ってまた剛く君がエンドリーケリーとしてやってる時との またキャラクターというかね音楽性も全然違ってていやーまあ改めましてねまあ25周年ということで金吉のお二人やってきましたけどもその金 i、えー、が母体が動いてる中でこうしてまたそれぞれの違う世界観をしっかりと出せてねそれをこう表現できてしまうというところもまあ25年お二人でやられてこれた、えー、きっと。 大きなななな要素になってるんじゃないかとどういうふうに頭の中とか感覚的に切り替えてやられてるのかというのはね私には全く分かりませんけどまた別の人のようなね空気感えライブ感でお届けしているこの空気ねえライブというのはまたすごいなと本当に思いますけれどもはいということで今回はねだいぶまたえー ね、小一くんのソロというのがなくてねお待たせしてしまってた方もいるかもしれないですけれども、えー、ゆみさんという方に教えていただいて堂本光一くんのソロのライブの映像からですね「えー、インタラクショナル」という楽曲のパフォーマンス歌声を聞かせていただきながら思うままにお話をさせていただきました。皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。